G 先輩です。のったん。G 子だよ、のったん。今回もイベント多め、会話多めになってます。前回、女神様で達し、じゃなかった。伝説の薬草を手に入れたので、これで苦労を治せると思います。すぐ届けに行こう。ですね。ちょっとその前にセーブだけさせてください。あ、どうもシスター。間に合ったか。それはそうだ。口移しで。何興奮してるのよ。でも、いいんですか。この場合仕方ない気がする。ですよね。あ、そういうの気にしちゃうか。もうめっちゃカロンが正論すぎて。ほんとね。え、嫌です。口移しがいいです。なんか別の目的になってる気がするけど。なんだと。愛情芽生えちゃったか。そんなことは、多少舌が入っちゃったかな。やめてよ、生々しい。冗談です。おお、よかった。白い花を使ってたらこうなってたのか。って何、黒を操れるだと。あらら、まさかの。え、ここからは黒が主人公。さすがにそれはないと思うけど。でもそんなことがあっても面白そうだな。キャラ変更ね。こういうのは全部一緒か。うわ、でもなんか楽しい。新鮮だね。浮いてるの。なんかシュール。面白い。モキュンさん、驚かないのかな。心配かけました。いい人たちだよね。
めっちゃ怒ってらっしゃる。まあ信じられないよね。我々も信じられないほどですから。未来に行ってたとかね。Thank you.
よかった。うん。あ、こりゃ絶対大人の階段登ったな。感動したところで変なこと言ってないの。うわ、まさか生贄。まだ寝てたのね。どうも会話に入ってこないと思ったら、うおー、久々に一緒。これですよ、これ。これが恋しかったのです。あれ、回復してくれた。前もあったっけ。やはり生贄の儀式があったらしいし、巫女っていうのはおそらく恐ろしいね。おばちゃんは生き延びた数少ない一人だったんだな。そういえば若い女性が何人かいたね。この子はまだだったか。ということは、やはり、いない?つん、デレコのお父さんでしたか。多分そうなんだね。名前はともかく。こっちのお姉さんもいなくなってる。そうやって脅してきたんだな。あの神父め。身代わり、か。まあ一時的にというのはいい案かも。そうね。スターがいなくなってる。
なにこれ。ヘビ。あれが蛇神。エドウィン。メルディームって聞いたな。後で見てみよう。企業、やはりそうか神父。若く綺麗な女性ばかり狙うのは。もしそうだったら許せないわ。勇気あるな、黒。男子禁制。なんて魅力的なワードなんだ。何を言ってるの。乙女。女性みたいな顔した主人公じゃダメですか。このままじゃ無理だろうね。城とどうにかコンタクトが取れれば。そうね。この子か宿屋のおばちゃんしかいないぞ。あとはシスターなんだけど見当たらないし。そういえば教会にもいなかったね。絶望してる。
テレコアーメリアっていうのか。あの神父が倒したとでも言うのか。あの壊せなかったブロックがあるところか。あったね。みんな絶望してる。あ、シスター。火薬。見つかわしくないものを。やはりシスターはアストレイアと関係が。どちらにしても味方だね。好き。やはり。合成できるようです。爆弾。これですね。もう一つ活用できるようですが。まあ今必要なのは爆弾でしょうね。シスターが下ろしているんだ。そんなに持っているのか。高いの。うわ、高？ほんとだ。こんなのいくつも買ってられないぞ。まあ買っても数個かな。忘れないうちに宝箱の方も壊しています。そうだ、もう一箇所あったもんね。高いから失敗したくない。これで良さそうです。これでいけるの。道があったようです。しかも大御所。先に来てよかったね。
ガードしながら前進か。ええ、便利そう。いいね。見た目は割とシュールだけど。ちゃんと黒もガードするのがまたね。そしてここでしょう。使うまで結構時間かかるな。壊れた。いた？まだ無事ね。あ、境界の反対側か。まあそれは後にしよう。なんだと。喜んでー。みんな思ったより奔放的。そやあの変態男が嘆くわけです。村の女の子は女の子同士でくっついてたわけですから。そうだね。じゃあ今夜はこの4人と1匹で楽しみましょうか。なぜカロンまで入っているの。ああ、そういう現実もあるか。他の誰かが犠牲になってよかった、と思う人もいるってことか。それが現実でしょうね。黒。ああ、そういうことになるか。まさかの。素敵でしょう、私の嫁は。だから違うっての。楽しみにしてます。
主人公じゃなくて黒のことだったか。最初からそんな感じだったもんね。今はまだ入れないか。さて、じゃあ長くなりましたし今回はここまでにしますか。次回は商人に会うところからのスタートです。ぜひお楽しみに。ノクタン。また見てくれたら嬉しいな、ノクタン。